お疲れ様です。マッピーです。マナタックアップのリュウナタックダウンってことで、まあそんなもん俺には関係ねえってことでね、今回使っていくのは紙殴りです。で、紙殴り使うんですけど、あのミアンが手に入りました。これ知ってます？警告の神風ミアンってことなんですけど、ちゃんとねキャラクターボイスなんかもあるんですけど、ちょっとね、これ一回閉じまして、スキル HP99% 以下で通常攻撃 1.2 倍の特殊与えて、コンボスキルが自分のコマ数かける170回復と、まあ、どっかで見たことあるなって思った人もいるかもしれないし、最近使われた人もねいるかもしれないんですけど、このミアンはねブラダバンテと同じ性能のコマですね。はい、こちら公式大会オセロニアンの戦2023参加者の元に降り立ったと。これね、オセロニアンの戦っていう全国大会、参加すれば誰でも手に入れられますよっていう、そのミアンなんですね。別にね、ミアンはねブラダマンテ持ってる人からすると、まあ、ブラダマンテでいいってはなるんですけど、こういう特別デザインでもらえるし、あとねこの HP とかアタックのプラスもマックスの状態でもらえるので、プラスフェアリーとかがね枯渇しててブラダマンテに触れてないって人は戦参加するとねこれもらえるんで、まあ、参加しましょうねって言いたいところなんですけど、残念ながらねもう戦は終わってしまったのでじゃあマッピーが一応オセロニアで戦参加してたんですかって話になってくるんですけど、まあ、自分はね観覧で参加してました。そう、観戦観覧でもこのミアンは手に入れられます。はい、なんでオセロニアの戦に、まあ、観覧またはその予選などのね参加で関わってさえいれば、その参加で参加っていう表明というか、うん、まあ、かかってればこのミアンは手に入れられましたって話ですね。でちなみに1年前もね同じようなことがあったんですよ。あのフェンリルっていうコマがいるんですけど、よいしょ、まあ、ちょっとねこれフェンリルですね。はい、これこれね、その時も動画出したと思うんですけど、これランドタイランドと同じ性能なんですよね。はい、って感じでオセロニアの戦ってね、あの参加するだけでも、まあ、従来のコマの特別バージョンというか、あの同じ性能のコマで新しいこのね、まあそのキャラクターとしてね手に入れられるっていうのがあるので、まあ、しかもそれプラスマックスでもらえるんでね、まあ、なかなか、まあ、特別だぞってことで、まあ、来年もねオセロニアの戦、まあ、あるかどうか分かんないけど、あったらねみんな参加しましょうっていう話ですね。ということで俺の伝えたいことだ、大体ここで終わってしまったんですけど、ここから神殴りやっていきます。さあ、いつもはねブラダマンテ来いとか、あーこれ初手ブラダマンテ打てるかなとか、なんかブラダマンテっていう風に言ってるんですけど、今回はあくまでミアンですからね。よくね自分動画とかでも相手が神殴り来たら、ミアン来たみたいなとこあったんだけど、あーブラダマンテのやつかみたいな感じで扱ってたんですけど、まあミアンなんでね。はい、でもねそういう感じで言っちゃうよな、どうしてもな。もともとある性能の駒がさやっぱ印象強すぎてそっちで言っちゃうみたいなとこね。俺ベルグレーデのことも未だにアルカードって言っちゃうんでね。ってことでやっていくんですけど、相手は神殴りで、神殴りじゃないわ、火炎でございます。極炎が怖い。な、出が残したいですね。一旦適当にシャムキリ切りますか。よいしょ。さあ、まあその例えばね、俺また動画で出そうと思うんだけど、戦のね決勝で神殴りの使われたと思うんですけど、あの関ヶ球骨髄球みたいなさキャラ入りの神殴り使われてたじゃないですか。で多分あれ能力アマリアとか入ってたのかなって思うんですけど、あの前々からね話はあったんだけど、最近の神殴り低コス環境だとコスト 15B1 差しがどうやら主流になってるっぽくてですね、まあ大体 HP がね7800ぐらい落ちるのかな。でもねその形が強い。やっぱあのフェリプティとあれが使えないんで、おっとこれどうしようかな。まあ適当に切りますか。そうフェリプティと麦が一緒に使えないって考えた場合に、あの麦入れて赤火球みたいなやつ入れて、で能量アマリアでオーラでカバーしてあげるっていうのが今強い形っぽいんで、まあ、それもねまた今度動画にしようと思います。はい、最近の神殴りって本当にいろんな形あるよなっていうか、形変わってきた歴史あってねマジすごいなと思うんですけど、さあこれフィンも打たれてしまうと、オーラ引いてく、動線残すんなら E3 かな。 F1 打ったら相手打ってるところが C1 とか B4 とかなってくるわけなんだけど、まあとりあえずこっち行きますか。こっち行って大体ヤンドーラ引いてて、まあ、フィンとねこのリムタ切ってるって感じでちょっと手駒事故ってくれてそうですね。はい、まず神殴りいろんな形あるけど、コスト15のまさかあいつがここに来てそこまで再評価されることになるとはっていうね、誰が想像ついただろうか。まあ実際ねその赤火球、ちょっと待って、マジ名前が難しいからさ本当忘れるんですけど、とかが、まあ、持ってないよって人がねいたとして、
多分ブルームとかで代用ができるのかなとは思うんだけど、俺逆にブルーム持ってなかったんだよね意外じゃない？あれってなんかで手に入れられる駒だったと思うんだけど、ブルームなんだっけな、ちょっと知ってる人いたら教えてほしいんだけど、ブルームね俺持ってないんだよね。さあこれでなんとティポン打たれてしまうと結構やばいな、結構やばくて、ちょ一回こっち行ってよいしょ。リムタのコンボ大丈夫かな。まあ、一回バリア張ります。バリア張って力貯めていきたいですね。レス3枚切れてるんだけど、リムタ採用してるあたりな、ベルーがない、いやわかんないな、でもうん、でも全体回3枚済みなんでパーラとかだと思うけどな、多分ね。まあでもこれどうなんだろう。オッケーオッケー、メーレンね。まあこれは取れるんで、まあ絶対取らないとダメですね。でここに来よいしょ、ミューズいいっすね。F3 で造船潰されちまうんだよな。まあでもこれ取らないと俺死ぬんで、どっち行こうかな。 D2 で取って次剣内入るかな。いや怪しいね、こっち行こう。相手も F3 キルバー行って火力足んない気がするんですよね。 S 全部引いてる、うん、全部使ってるからね。 S 5とかじゃない限りは F3 から打つ場合って相当ね、相当だと思うけどね。ごく上、あコスト15入ってんのね。ごく上、まあごく上持ってるんだったらなおのこと、うん、張ってよかった感じもするね。ミューズだ。これあれだな、次飛ばせない説ない。デガから打たんと飛ばせないっすねこれ多分。よいしょ、やばいかもしれない。てか、うん、いや、うん、別にこれ F4 じゃなくてよかったな。てかなんならデガから打っても飛ばせないのか。これ黒煙強くないお前、何その300いいやつ。ただ俺もアラジン切ってて白鷹切っちゃってるんで、こうなるとねアタッカー相当枯渇しててまずいんですよね。あ、オッケー、そっちラッキー。これ B3 打たれるのが1チャンだったんですけど、取れないから B3 打たれると駒多分これラッキーですね。これラッキーでして、いやー、とはいえこれ取らないとダメだし、多分バフかけないと次飛ばせないんで、これ行くしかないですね。オッケー、そこは取りづらいね。うん、あーでも頑張れ頑張れ頑張れ、こっから頑張るんだ。いやこれ D2 でよかったかもな、エンデがミスったかな。次ブレダマンテ引いて果たして飛ばせるかっていう心配。さあフォーティア打たれる、これ頼むわ、ここで引いて飛ばすしかない、お願いします。あーエルティナどうだ、これバフかかります。あぶねえ、これいけるか、いてこーい、いてこーい、あぶねえ、まあ、この火力だったら多分ミアンでもいけたかな。いや危なかったわマジで、危なかったわ。普通にめちゃくちゃオーラまで引かれてたんでね、普通にめっちゃきつかったわ。まあでも序盤にリムタとかフィンとか切れてくれたから、そのタイミングがずれたのがマジでラッキーだったわ。これちょっとでもタイミングが後の方だったら、まあ、完全にいかれてましたね。あーしかもなんか一番きつかったのはあのナウラなんだけど、あいつのいいやつやばくね、何300って、普通にバカきつかったわ。まあなんとか乗り越えられましたね、危なかった。さあまあ神殴り強いんでね、あんまり負けたくないですよ。さあリアンツィール来る、まあリアンツィールは強いけど、まあノート1枚引けばなんとか止まるんじゃないですかっていうね感じで勝手に考えてるわけなんですけど、いやー今日リアンツィールな手ごろくあんのかな。まあとりあえず雑に白鷹切っちゃって無さそうな雰囲気、風車の勝負者強いんでね、よいしょ、さあ雑卓いって、よいしょ、雑に白鷹切ってからの、あーショテペルグレーでめっちゃ強いわ。マルカードとも言う、ミアン引いてくれてもいいよ、エクレル、まあ風車守護かな、風車守護ってちょっとこのコンボ2倍でビビらせる。そうこの風車にね、あのコンボの強い駒置いとくの大事だし、この俺守護者って風車マジで強いと思ってるんでね、 X とかコンボ残しながら取ってきたら取ってきたで通常攻撃クソカットするみたいなね。ミアン来たね、ミアン来た、ミアンかわいいな、ミアン可愛くね、なんかいいな、なんかミアン結構可愛いな、やばいブラダマンテから心移りしそう。さあこれどうしようかな、殴っちゃう説あるよオーラとか引いたら。はい、あーうわーやめとこうか、これ殴れるけど殴らなくて良さそうだな。うん
殴ったとして相手1万4000ぐらいまで削れるんだけど、まあ、守護者のカットも効くしフェイルノートのバリアあるんで OK。 それでしかもウィーブないじゃん、多分ウィーブないっていうのはこれ情報取れました。はい、多分こっちでよかったと思うけどな。あのそうす、あと最近のリアンツェルの怖いところってなんか突く読みとかあるんでね、俺も殴りたい、殴れるときに殴りたいけどな、ワンチャンなんかあれ難しい。あでもな、 C6 エクレルか。いやそうだな、こっちミスった説あるか。 C6 エクレルはちょっとシャバいか。まあ、一応ロックは今んとこ大丈夫なんで春は行くしかないか。いやちょっとこれあれだな、 C6 エクレルってこと考えたら殴り行って右上コンボを2倍形組んでもよかった説あるか。難しいな、行ってもよかったかもしんない。まあでもこれで、あアルトってことは予想だけど、これあくまで予想ですよ、予想ですけど今あの多分手駒ロックがないと思うんですよね。で今これ火力出した場合8800削ってそこそこ火力出るね。いきますか。あでもごめん、8800出ないわ、これ 1.46 倍か。しまった、 1.6 倍出るって勘違いしてた。うーん OK、 召喚しゃばいな、召喚しゃばいのありがたい。いやとはいえこれ2手飛ばし相手目線あるな、全然ロックはないと思いたい。トゥルラ、あーそのトゥルラやばいな、ヒールされてしかもこれ飛ばせないって判断か相手目線だと。うーんうまいね、アラジン引くしかないかこれ。はい、プティプティか、いけんじゃない。いやこれ行くしかない、待ってプティさ、お前さ、いやいけるか、いけるな、8000ぐらい出るよねさすがに、2枚返しちゃったら。よいしょ、いけるいけるいけるよいしょ、はい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 、あぶねー、ありがとうプティ、お前のおかげだ、お前最強、こいつ行かなかったらガチでやばかったまあ一応ミアンの回復もあったんだけど、あぶね、助かったわ。なんか普通にちょっと俺あれだな、プレイングがばいな、 C6 エクレルでうーんあそこ行かないのちょっとやばかったかな。どうなんだろう、殴ってよかった説あるな D1 に。まあ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 、なんとかね。フィアーナッツ、なんだこれ、ハングル書いてる K-POP かな、なんかそういうのある気がするね元ネタ。俺 K-POP 全然詳しくないんだけど、友達がねあの結構 K-POP 好きで、なんかそのオーディションの動画とかね見せてくれるんですよ。でそのオーディションの動画見ててみんなクソレベル高いやみたいな、でもねこの子落ちちゃったんだよみたいな話すごい聞いててさ、面白いなとか思いながら、なんかそのなんだっけ、でそれの課題曲でさ、あのブラックピンクのなんかトゥ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 みたいな曲があってさ、俺それめっちゃ踊りうまいやんとか思いながら見てて、でなんかそういうのも課題になるんだなとか思いながら、あとなんか日本人もいるんだよって聞いててさ、俺知らなかったんだよね、日本人いるんだ、 TWICE とかもさ、日本人いるの知らなかったんだよね、すごくない。あとなんかでその友達が言ってたのがね、なんかなんだっけな、なんかのグループ5人組ぐらいの K-POP グループがいて、でこの人元 AKB の人なんだよって言っててさ、え元 AKB の人なんているんだとか思って、なんか元 AKB の人でねK-POP のそのオーディションを受けて受かってもうなんか一躍有名になったみたいなあってさ、すごくね、なんかその相当キャリアアップだなとか思ったし、しかもなんかめっちゃ踊りうまいしみたいな、スタイル抜群だしみたいな、ビビった。俺なんか全然 K-POP ね疎かったんだけど、その話聞いてて結構面白かったんだね。さあこれ殴っちゃうよ、よし、そこも普通にカンカン殴っちゃいます。俺もプティ引いてるんでね、こういう時は殴っちゃっていいです。さあシム切りで後出し防衛もあるけど、まあ、殴ってとにかく相手の HP 削って圧力与えたくて、あー春丸、春丸なー、まあ強いよね、強いけど、ちょっと引き見てから考えたい。よいしょ、アラジンちょっと考えさせてください。これワンチャンアラジン3枚殴りに行くのもあり、 D6 からだと時間かけすぎて逆に飛ばしに行くの難しい説あるんだよな。3枚アラジンありだな。まあちょっとトップゲーになっちゃうんだけど、あーまあでもありっちゃありだな。まあでもいや言うてでもやっぱり安牌取ります。これ3枚アラジン打った場合
結構軽く出るんですよ。1万3800くらい出るのかな、わかんない、3500くらい出るのかな、ちょっと 雑なんですけど、打っても良かった説あるけど。でもそこで守護なんでコンボ、あ、よかった、そうだ、俺コンボ封印っていう可能性を忘れてた、頭の中から消してたわ、コンボ封印っていう可能性。でもシェム張ってるからね、俺そいつのコンボ耐えれると思うんだよな。耐えれなかったら、まあ、謝ります、すいませんでした。てかエクレル引いてたね、エクレル引いてたんだったら結果 C5 行けばよかった。ちょっとトップ引きっていうさ、その不確定要素にちょっと身を置きたくなくて逃げました。でも相手が引いてる可能性が高いんだよな。だってマイティとさ、このハルマルをさ、この速度で打ってるから引いてる可能性結構高いんだよね。まあでもこの、イグナーツは多分耐えれるんで、よいしょ、危ねえ、マジで怖かった。殴ってよかった説はまあちょっとある、難しいけどね。そう、こういう感じでなんか相手がどこから切ったとかで、まあ、情報を取るのは大事なんだけど、自分が何切ったとか後半何残ってるとかっていうのもね、まあ、不確定情報なんで、そこの選択が難しいんだよね。まあでもそれでも勝ってるんで OK です。はい、結果的にこれで良かったんだ。まあ、でも実際ね、コンボ封印持ってたら春丸のタイミングじゃなくてもう一歩前のタイミングで打てたりするじゃないですか、ユセルミとかって。ってのもあって、ちょっと D6 から行ってね、ハルマルのコンボにシェムキリのシールド貼って、みたいな感じで考えたけど、まあ、うまく刺さってよかった。ネダルナ勝ち取れ刺されば与えられん。なんだそれ。ネダルナ勝ち取れ刺せば与えられん。そういうなんかセリフあんのかな。姉モネさん。姉モネの花言葉なのか、それが。違うか。花言葉っていろいろあるよね。うん。俺、花言葉ってさ、本当になんか、そのどういう基準でさ花言葉ってあんのって思うことがあって花言葉って何みたいな、花言葉 is 何みたいな思うことがあるんですけど、あ、これどうしようかな。ロック対策で春秋持っとくのはね、ぶっちゃけあるんだよね。とりあえずミューズは打たないじゃん。じゃあロック対策するか。そう、そんなわけで、そう、なんだっけな、俺花言葉とかマジで詳しくないんだけど、黒百合っていう、黒い百合の花言葉が呪いっていうのだけ知ってる。黒百合団地っていう映画があってね。おっと、リバヒ打たれる。今日それ結構見るな、さっきも打たれたけど。いらっしゃい。これシンプルミューズ行きたいですね。ミューズ行ってクラリで殴りたい。さっきと同じ感じになるかな。 そんな感じで花言葉、花言葉、あとはなんだっけ、ね、あなたを尊敬していますとかもあるよね。なんかマジいろいろあるよな。花ってそんなに興味ないんだけど、俺この間池袋のなんか展望台上がって、でやっぱクリスマスシーズンなんでね、そのクリスマスなんでなんか雰囲気いいじゃないですか。で雰囲気良くて、そこになんかなんだっけな、ポインセチアがあったんですよ。ポインセチアってなん、花言葉って何なんだろう、気になるわ、調べよう。そう、池袋のね展望台、なんかサンシャインシティというところのなんかタワーであったんだけど、めっちゃ良かった。なんか60階ぐらいまでグイーンってエレベーターで上がっていくんだけど、その60階まで上がるってなると、やっぱそのなんか気圧差かなんか知らんけどさ、耳キーンってなるのね。でもあの感覚もなかなか良かったですね。まあそんなわけで、これちょっと角春秋から行ってみようかな。さあこれで、よいしょ、相手の、これ相手に動線組まれちゃうんですけど、まあこっちもね、めちゃめちゃ火力出しやすい状況になってましたみたいな。まあ、リバーサルヒールもね、あえてこう触れずに行くみたいな。で、ここでワノコマなんで、まあ、コンボ強いコマがないんじゃないかな、みたいなね。よいしょ。守護シャン。マイティ切ったもんな。これちょっと X 守護者にしましょう。はい。あー、ランシャー。ランシャーねー。それ強いな。まあ、でもこれ結構バフかかってて、15,500 か。あ、でもプティ引いてるんか、俺。一応次、圏内入るかもな。で、そこ乱射なんで、まあ、ビビらせたって意味もあると思うけど、どうだろう。コンボ風、いやー、わかんねえな。リリアス OK。これ、圏内入ると思うんだよな、多分。プティ引いてるんでね。これ、プティ引いてなかったら、まだ無理っぽいんだけど。一応、考えてみるか、計算。いけると思うけどね。いけるよね。合ってるよね。よいしょ。でも1万7000ぐらいは出ると思う。よいしょ。そんな出ないか。あ、そんな出ない。ごめんなさい。すいませんでした。適当こいた。一応言い訳させて。俺、ミューズのコンボ 1.9 ぐらい出ると思ってた。全然出なかったわ。1.82 だったわ。
はい、あ、今さ、アネモネさんのさプロフィールのなんだっけアイコンにもなってたけどさ、あの戦でジン・ユイチバカ強かったね。ギルガメッシュの、ギルガメッシュ強かったよな。ギルガメッシュの S 枠、まあビラにするのかジンにするのか、あとプッシュ系なんかもあるんですけど、ジン・ユイチマジ強かったね。てかコラボのコマ結構使われてたね。エルビン団長とかもそうだけど、あのギルガメのデッキってコラボ結構入るんだよね。俺めっちゃあの面白かったのさ、なんか会場で見ててさ、エルヴィンがまあ迫力あるボイスしてんのね。うおー進むーって出てんの。それがさ、あのなんだっけ、バニー出した時もさ、突撃とか言ってんのね。それが会場中に響き当たってて、あの高梨さんもその子に触れました、触れたからね、エルヴィンも気合入ってますねみたいな。面白かった。でジン・ユイチもね、ジン・ユイチってめっちゃあのご飯ちゃんが言ってて、でジンさんね、やっぱその声優が中村ユイチってこともあるし、しかもギルガメッシュが中村ユイチってこともあって、オセロニアンの戦中村ユイチボイスが会場中にね相当響き当たっててね、なかなか面白かったですね。よかったですね。さあ、まあ、まだ余韻が冷めてないんでね、ちょっとオセロニアの戦トーク結構続いちゃうんですけど、まあ、みんなも余韻がまだあると思うんで、まあまあまあそんな感じで、まあ語り継いでいきましょう。さあこれで、てか今日メルベ多いな、3回目だわ。エクリルちょうど良さそう。かき鳴らせよいしょ。おー発動しない。え、マジなんで発動しなかったんだ。ジルドレーンの可能性ある。これジルドレン、ジルジルの可能性あるよねこれ。ジル説ある。リーニー、いやしかもここで A に打たずにこのコンボ誘ってるあたりさ、ジルジルじゃねえあれ。エクレルのコンボ特殊であの発動しないかなって思ってんでしょあなた。やらしいですね。まあじゃあこれこっち行って、とりあえずこれまだ発動しないんで、そっち召喚か。まあまあいいか。で11040、ギリギリ、いやベノムヒール入れられたらギリギリエンデが圏内でも無理か。あ、おっとこれアタッカー引いたら3枚で終わりそうだけどな。ちょっと引き見てから考えよっか。ミューズ引くか。こんな風にないでしょ。まあとりあえずこっち行きます。よいしょ。はい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 、マイティ回収して、であったとしても稼働コンボ封印とかできないですね。ミューズこれ変身、でもあれか、一旦後か。まあまあいけるか。まあ大丈夫です、いけますいけます。 F3 は俺はジルドレだと思う。このなんか大胆になんか特殊ダメージ誘ってる感じ、ジルジルの香りが半端ないです。で3万円で側は6600なんだけど 1.4 倍かかるので、まあ9000ちょっとまで伸びるとして、まあこれで飛ばせますね。エクレルコンボ行ってこい。まあミアンなんかも引くんだけど、まあこれはねもう行ってこいと。ジルジル、イエーイ。ジルジルだった、イエーイ。久しぶりじゃん、元気してた。相変わらず毛深いね。うん、ありがとう。相変わらず毛深いジルジルは可愛いということで。なんかジルジルあれだな、なんかちょっと若返ったハグリッドみたいな見た目してて好きなんだけど。俺あんまりハリーポッター詳しくないけど、ハグリッドだけはちょっと好きなんだよね。ポッター行くぞ行くぞポッターとか言ってさ、ハリーこれは毒舌アネメイド強欲の魔女。あ、これ絶対リゼロ好きな人だ。この人リゼロ見たことないんだよな。見たことない、全然見たことないんだけど、人気あるよね。多分面白いんだろうな。おっと、捕食マナグリ、どっちがバフリーダーとして優秀か。戦うぞ。さーてさ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 て、お、なんかオーラいっぱい、オーラたくさん、オーラたくさん。春秋にフェイルノートか。おっと、書店名エイリー。なんかな、難しいな。フェイルノートも大事にしたいし、春秋も大事にしたいよね。これ書店春秋でいいんじゃないかな。なんか、X とか神殴り相手で打つの相当勇気いりそうだし。まあ、多分ね。なんかっていうかさ、
今気づいたんだけどさ、あのこれあれだね、マークの表示変わった？見て、相手バフ3つってなってる。これわかる？あの攻撃力アップのマークがさ3つになってる。これなんかあの1個ずつポンポンポンって置かれてたんだけど、かけ3になってる。でこれ1個減ってかけ2。今気づいたんだけど、これあれかな、今日アップで入ったんだよね。アップで入ってこれ表示が変わったのかな。そう、例えばさブランジェッタとかね、毒出した時になんか毒の表記が 2,3 個とかポンポンポンって出たりするんだけど、それも多分かけ3とかかけ2とかそういう感じで表示が変わったのかもしれない。そしてミューズ弾くのが最高でして、行ってこい。はい、情熱わらべ歌いいっすね。相手もアイシェ弾いてるけど、こっちもブチャラティ弾いてて、でしかももうミューズまで晴れてしまった。もはやとどまること知らないぞ俺の火力。何切るわ、おい、やること全部な八つ当たりってか。コンボスキル2倍出されるのはすごいやぶさかですけど、俺もフェイルノートあるんでね、ここはもう強気にカードいってよいしょ。切るわ。ハンターハンターとコラボ来ないかな。ハンターハンター最近ちょっと見たんだよね、マジおもろい。おい食べ過ぎだろ、やめろ。くぅ、半端ねえじゃん、半端ねえな。シム切りよいしょ、シム切りいきます半端ねえなでも出したけど、ハンターハンターのさ、俺あのゴレイリのセリフ好きなんだよね。えげつねえな俺結構かゴレイリ好きなんだよね。おもろい、あいつ能力がゴリラを操るっていう。どうすんの、どうすんの、どうすんの。俺も次キルは取っちゃうよ。なるほど、コンボ2倍を場に残すって判断ですね。うまいですね。まあでもシェム張ってて耐えれないかな、難しいなこれ。いやでも安定行動しますか、これ普通に取れば耐えれるんで。多分これで大、そうだな。いや A4 ってよかったかな、ノート後出しでもよかったかな、どうだろう。俺ノート後出し、いやその先、いや俺ここノート張ればね耐えれると思ってるんだよね。 3号バリア、そうここでノートですよ、あの先に出さずにね、後でノートを出すことによってこうね、そう情報の出すタイミングって大事ですから。人狼とかとか、人狼とかもそうじゃん、人狼みたいなもん。さあこのコンボ2倍、俺はしっかり耐えれると思いたいですよ。さあ耐えれますねこれはね、ギリッギリまで削られちまうが、まあ、しっかりね耐えてあげて、で4万円でが最高じゃん、そんなもんは最高なんですよ。行ってこい。さあこれねブランジェッタギリギリ絡まないんで、よいしょー、わあ気持ちいい。5万5万800、とんでもねえ火力だな。オッケー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 、いや強いな神殴り、普通にクソ勝っちゃうんだけど、いいのこれ。7連勝してるけど、誰か俺を止めてくれないか。全然なんか音程ずれる気じゃん、もう7連チャン。これこのままさあと3連チャンしてたら鬼連チャンしようぜ、鬼連チャンさせてもらおうか。明日も頑張るぞいと。オッケーオッケーオッケー、まあ、ちょっと強い対面が来たらね、すごい音程も合わせづらくなってくるんですけど、そこに関しては俺もしっかりね、あのファルセット裏声を使ってごまかしていきます。ってことで明日相手の方はペルルレイですね。まず初手からは、初手はね神格でもいいかもしれない言いたかっただけ、体グー言いたかっただけ。いやでも初手神格じゃなくてもいいか、あこれあれか、殴りのペルルレイか。ちょっと待ってよ、 X 守護者とか残してもいいな全然。初手黒ケル切ってきた、まあ一旦エルティナ行くか。で神格は X するかなクラリ2手目に打つか。あと俺最近好きなのがさ、なんだっけ、佐々木治っていう人がさ、あのなんか高い声出す時だけあの志村けんになるみたいなやつちょいちょい見てんだよな、あれめっちゃおもろない、かわかわったとか言ってんのあこれ2手目神格かもしれない、ちょっと引き見てから考えっか。はあどうしようかな、
2手目進化区打って、クラリー行ってもいいけど、どうしようかな。クラリー行ってから3手先進化区もめっちゃ強いんだよね。その方が相手うざそうじゃない。ちょっとやってみるか。これちょっとね、相手クラリーこっち行って、あの B3 から入って、相手の X に対して B4 守護者打って、 A3 からの動線を潰しに行く形を取ってみます。 OKOKOK。 普通のマナグリっぽいですね。うん、なんかまたマナグリって感じだ。引き見てから、うん、あ、白卓うん、どうしようかなこれな。白卓白卓いきます。もういっちゃうわ。 LT だと白卓切っちゃって、大型アタッカーこんだけ切って大丈夫かって話なんですけど、相手 HP 的にもマタンっぽいし、あーい、グノーふざけんな、この子。おい、ふざけんなって。めんどくせえ。いや、これはやばい。相当変わるぞ、話が。ガララが、夏にじって。どうしようかな、これ。コンバートやられた。ちょっと待って、何もかも噛み合わない。まずい。何もかも噛み合わないよ。いや、まあ、とりあえずこれはね、ディガンマ打って。いやー、噛み合わねえ。まあ、でも C 中打たれなかったのは良かったか。噛み合わない。わなごまー。ちょっと引き見てから。よいしょ。シム切り。あー、なんかなー、ちゃうねんな。じゃ、このわなごま一回回収しようぜ。できない。リリティですか。今日のせいリリティ入ってるとしたらちょっと珍しいけどな。まあ。相手も罠駒を残しつつ行きたいはずなんで、左下 X とか打ってくるんじゃない。まあ俺のシェム切りの動線が開くんですけど、それも耐えれる読みで来ると思うけどね。それか A3 とかだよね。で、これちょっと引き見てからですね。はい。春秋。お前コンボ何 ?1.7 か。あの罠駒マジ目障りだな。まあ F2 春垣切ってバフ残して A4 で良さそうだけど、そうするか。ロックとかないでしょ今日のせい、知らんけど。まあシェムも張ってるんでこれで良さそうだけどね。で、余計なダメージを与えずにこっちの HP 高めに保ちつつ、何捕食入ってんのかい。まあまあ捕食するな。これまだ止まないんじゃないかな。プティ引いたら飛びそう。おっと、さあ計算入ります。あ、いけそうかな。1400の、え、合ってるよね。11700、11745合ってる？よいしょ。合ってるかな？ 11745 ぐらいだと思うけど。よしよしよし。危ねえ。まあ、なんかちょっと怖かったな。普通のマナグリかと思ったら、ちゃんと捕食も入れてましたね。ちゃんと捕食も入ってるんだよね。まあ、なんとか。よいしょ。いけるぞ。これ鬼レンチャンしようぜ。鬼レンチャン。今のダメージ計算もちゃんと音程合ってたんでね。音程合ってたってなんだ。鬼レンチャンいくぞ。さあ。あんまりミアン引いてないっていうね。俺ミアンの動画にしようと思ったんだけど、普通に神殴りでしばきまくってるっていうね。まあ神殴りはね、さすがにやっぱその歴史も深くてね、昔からずっと使ってきたんで馴染むものがあるわ。さあ相手マステマ。でも意外と今日神殴り強くね。なんか捕食も殴りとか普通に相性取れてると思うんだけど、普通になんか相性よくね。うん、よいしょ。そう、罠駒とかもそんなに入ってこないし、シンプル勝っちゃうよ。やっちゃうよ。うん、初手にささやきマナグリマスティマね。 OK。 まあこれのあの白卓初手に出して進化区の構想をこれ言いたいだけ、マジこれ言いたいだけちょ、カラオケ行きたくなってきたって。ちなみに一昨日ぐらいカラオケ行った。あー、うーん、いや、しゃーないな。これエンデが捨てる。いや、デが捨てるか。デが捨てよう。しゃーないわ。
すごいやりづらい。いやーでもなー、捕食も殴りだもんな。出が出しづらいからさ、捨てちゃったけど、まあしゃあないよね。うわー、メドゥーサだ、やばいな。そう、一昨日行ってきたんでね、カラオケ行ってきたんだけど、マジで声出なかった。あのやっぱその戦もあったからさ、戦あって終わりで、それで行ってきて、久々にカラオケ行ったんだけど、普通に喉潰れたわ。やっぱその喉って使ってないと衰えるっていうか、筋肉なんでね、喉もやっぱ衰えますね。でこれ相手捕食も殴りなんで、俺ちょっと角から行くわ。角から行って詰めて勝つわ。そんな火力出しにくいでしょ、愛しなかったら。まあ今日魔のアタック1点じゃだから怖いんだけどね。うん、それ大丈夫。それとコンボスキルね、捕食の量高いけどバフの量は高くないんで。はい、エルティナレッツゴー。ティナいい火力。よし、これ引きによっては次で飛ばせるかも。ブラダマンテとか引いて、あーミアンとか引いて、あはん、アイシーからだ、まずいかも。そこアイシーやめて、ちょっと軽く出せすぎ。やばい、引き見てから考えます。ハルアキー、ちょ考えよう。 D にピリカが安牌なんだけど、ハルアキー打った場合って D1 取られて結局動線の強さってのが変わんないんで、右下 X は多分 F5 取られるだろうな。まあそうだな、こっち行こう。よいしょ、殴って、また、まあ、D1 は来ると思う。でも D1 来るんだったら春は気打つ意味ないから、結局こっちでいいよね。だよね。あーギリ耐えれるか。危ない、ちょっと頼む。なんか引け、引いたら勝ち。クラリーいけるか。危ねー、よう引いてくれたわ、マジ危なかった。よいしょ、オッケー。何連チャンこれ、8連チャンめっちゃ連チャンするじゃん。大丈夫、神殴り最強か。一旦こんな勝てると思ってなかった。何連チャンこれ、9連チャン。じゃあ鬼連チャンいっか。これで勝ったら10連勝で鬼連チャンです。よろしくお願いします。お願いします。カピバラ神、呪い移しこと思考。呪い移しデッキ使うって書いてある。呪い移し来るよ、ちょっと待って、おもろいな。呪い移し来るか。おい、プロフィールに嘘偽りあったわ。全然呪い移さんや、直接乗ってくるやん。しかもルシファーマ、鬼レンチャン10連勝目かかった試合でルシファーマ。まあ勝てない相手ではないけど、数ある中でルシファー引いちゃうか。ちょっとやめてくれ。まあ頑張りますか。リーニー初手から来る、カピバラからね、リーニーね、はい。あー、ディガンマ。これね、ルシファータイム俺 X とかも結構好きなんで、おお、なんか落としちゃったわ。ね、ルシファータイム X とかも好きなんだけど、手駒的にバフそんな乗っかんないし、ちょっと安定しなそうですね。どうしましょう。成り打ちも嫌いだな。こうかな。エクレルのコンボに対して白卓って火力出ないんで、まあこのルシファー許容かな。まあ、もしくは今のは B6 進行から D5 でコンボスキル組みまくるっていうのもあるんですけど、ちょっとそれもやりづらい感じしちゃったな。ミューズとかないしな。はい。そう、今の B6 から打って D5 守護者からコンボしばきまくるみたいなのもあったんだけどね、1回でもいなされたら終わっちゃうんで、俺も鬼レンチャンがかかってるんでね、安定コード取ってしっかり勝っていきたい。 OK、 ここでギード使ってくれるのは悪くない。引き見てからですよ。よいしょ、まあ悪くないですね。さあこれは春秋でバフかけてから次 D5 から入って殴りに行きたいけど、罠駒打たれちまうと勘弁。このルシファーが何を目立ってるかだよな。暗流とかもちゃんと考えてなったら罠駒とかあんま入ってなさそうだけど、普通にデバフが多いわ。普通に宮妻めっちゃ多いわ。やめてくれ。まあ、シムキリーはロック避けで残しといて、さあミアン引いてきた。でまあこれは白卓ですね。コンボ 1.8 は残したい。よいしょ、いい火力でもないな、そうでもないな。普通にめっちゃ落とされてるけど、世界で一番ミューズが欲しい今。あーバカ強え、そのスカーハー、やめてくれよ。
やめてくれよ、それ強すぎるよ。ちょっと考えさせてください。英語展開だと絶対火力足んなくて終わるんで、まあ、A2 展開で吸収許容するか A3 打って盤面相手に渡してなんとか殴り合っていくかのどっちかだな。どっちもきついなこれ。どうしようかな。まあでも取るしかないか。こんなん許容できるわけない、許容できるわけないんでね。でもどうだろう、フェイルノートとかも入ってたから許容する動きでも、いや言うてな、渋いよな。はい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 、痛い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 。いやでも取り行っても地獄だよねこれね。結局まあ一応頑張って火力出すけど全然足んねえな。いやここでケールアブ終わって、スカーハってのがなマジきついよな。まあデバフは終わってくれたから、まあここおそらくビーチじゃないわ、 B に来てで、13666、ミューズ欲しい。あーでもそこで A ゴマなんで S ゴマ引いてなさそうな雰囲気だね。ここに引き LT な、ちょっと待てよ、2手飛ばしが俺の勝ち筋だよね。でデバフの量がえぐいな。これ B 地行くしかないのかな、多分ないよね。 B 地行くしかケラブのコンボ耐えないと多分勝てない気がする。これで打って次 F3 でワンチャンしかないんじゃないっていう、もう俺これしか勝てない気がする。あーイグ持ってるか。これ飛ぶな。3000チャージ溜まってたら飛ぶ。2500だったら耐えれる。まあでも無理だな。わあ連チャン失敗した、音程外した、お前がやられたわ。いやでももうビーチ行くしかなかったかな、あの火力は。もうそうだね、でもルシーデバフかかってても F3 の 1.8 1枚でギリ飛ばせてたと思うんでね、エルディナは。惜しかったですね。あとちょっと足んなかったわ。ということで、まあでも、こんだけ勝てたんでね、こんだけ勝てたし、なんか、リーダーシリーズトップ5に急に神殴り台頭してきたんで、神殴りも今日は勝てるってことですね。ということで、ぜひ皆さんも使ってみてください。まあ、ミアンはね、全然ブラダマンテで同じだし、ブラダマンテも、まあ、ミアンと同じ性能ってことでね、どっち使うか本当に、まあ、好みですね、正直。なんか、自己満足の感じではあるんですけど、ちょっと俺ミアンなんか見た目結構好きなんで、まあ、しばらくミアン使ってみようかな。でミアンどうやって取るんですかってなった人は、まあ、一度再三ね、お話しするんですけど、オセラリアの X2023 に参加した方がもらえます。まあ、また観覧ですね。なんですけどもう終わってしまったので、ミアン欲しかったって思った人はね、まあ、ミアンの再入手っていうのはねできないとは思うんですけど、来年ねもしオセロニアの戦があった時に、また別の駒の、特別バージョンというか新しいそのキャラクターとして同じ性能でね出てくれると思うので、まあ、そういうところも含めてねオセロニアの戦、もっと興味をね示していただいて、来年ももしあった時に、自分も参加しようとか少しでも思った人はね、あミアンとかそういう駒もらえるんだって思った人はぜひ来年も参加してみてください。あるか分かんないけど、まあ多分あると思うんですけど、分かんないけどね。ということでこの動画面白かった人、高評価チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。さよならバイバイ。